少女時代のファンクラブの風船の色は白色だ。これ丸かバツで答えるんですか。はい、丸かバツで答えてください。わかりました。知ってる。知らない。わからなければ勘で言ってみてください。じゃあ丸で。丸で。正解はピンクでした。아쉽게도틀렸네요。소녀시대의팬클럽풍선색깔은저티파니도너무나도좋아하는핑크색입니다정답은 X. 어려운문제였어요팬클럽지아니면어려워요 자마지막으로한남학생에게퀴즈를내봤습니다청소시대의멤버の中で末っ子만내와다르지쇼가아はい어わかりますか。もう分かったみたいですよ。それでは答えていただきましょう。どうぞ。ソゲワンさんです。おー、これは정답。대단하네요。네、소녀시대막내는바로저서연입니다。叮咚。当然ですか。当然ですね。たよなじって言ってますよ。19歳ですかね。あ、今年もう20歳ですか。そうです、そうですね。はい、たくさんインタビューしてきましたが、日本人は思ったよりも少女時代を知っていますね。私もびっくりしました。そして少女時代への憧れ、美意識の高さにもたくさんの関心を寄せているということでした。あ、すごく面白いインタビューができてよかったです。거리에서만난140명중무려134명이소녀시대퀴즈의정답을맞췄습니다。일본사람들은예상보다더깊이더속속들이소녀시대를잘알고있네요。근데자신은있었어요。뭔가를해놓고와야되겠다라는생각은있었어요。무대준비를하기전에도중간으로준비한적은없어요。항상최선을다해서한것같아요。근데또지금시작이좋은거죠。맞아요。맞아요。그만큼또일본에계신분들이이렇게많이와주셔서더저희가많이느끼는것같아요。그분들한테너무감사합니다。소녀시대에대한관심은일본의스타들도예외는아니었는데요。한국문화를좋아한다는일본의한모델오모테산도에위치한그녀의소속사를직접찾아가봤습니다。안녕하세요。네、처음뵙겠습니다。건우리입니다。일본에서모델을하고있습니다。한국을너무좋아합니다。잘부탁드립니다。大学で韓国語の勉強をして、それで大学がすごい留学生がすごい多かったんで、なんでそこで韓国人の友達ができて、そのすごい韓国人のすごい情熱的で素直な性格にすごい惹かれて、韓国人もすごい好きになったし、韓国にすごい興味を持ったんで、それがきっかけで勉強も頑張るようになりました。もう全部好きなんですけど、私はナッチジョンゴル、過去 の、 辛い鍋あるじゃないですか、あれが大好きで、韓国行くと絶対連れてってもらいます、友達に。日本の韓国好きの友達と一緒に勉強してる友達がいて、その友達と一緒に行って、で韓国にいっぱい友達がいるんで、合流してみんなで、はい、遊んでいます。私は、日本にデビューする前の、まだ韓国でまだ日本にまだ来る前、何年ぐらい前なんだろう、3年ぐらい前、2年ぐらい前から、はい、ファンです。만약에소녀시대의열번째멤버로、네、들어가신다면 入れてください。ダンス頑張ります。일본의인기모델이멤버가되고싶다고할만큼동경의대상이되고있는소녀시대제작진은일본내소녀시대의영향력을더자세히알아보기위해도쿄에서도한류의열기가가장뜨겁다는신오호쿠버거리를찾았습니다。なるほど、いろいろいらっしゃいますね。すみません、アンケートしてもよろしいですか。なるほど、少女時代はご存知ですか。はい、日本にはないこの韓国のアイドルの魅力って何だと思いますか。表現力とか、はい、なんか目とか目力すごいなと思いますね。確かにメイクもすごく可愛いし、なんか先行ってるなというか、可愛いメイクの仕方するなとかも、皆さん綺麗ですね。そうですね。최근일본에서는한국스타들의인기뿐만아니라한국음식의인기도나날이높아지고있다고합니다。한류열풍이일본사람들의음식문화에까지영향을미치고있다는얘긴데요。일본사람들이많이찾는다는한국식당을찾아가직접식사를해보기로했습니다。한류가수들의이름을딴재미있는메뉴들이눈에띄었는데요。때늦은식사시간이었지만식당안은많은손님들로붐비고있었습니다。식당에서가장인기가많다는소녀시대정식
동방신기 정식 그리고 2PM 정식을 주문했습니다. 동방신기 정식, 2PM 정식, 2PM 정식인데 먹으시면 고기가 있고 2PM 음식은 6명밖에 안 나와요. 다른 2PM 동방신기 음식은 고기가 나오고 푸짐한데 네, 저희는 우연히 나왔습니다. 헤르시니까. 네. 호스트 정식은 날씬한 사람들을 위한 음식인가요? 네. 다이어트. 다이어트 음식. 호스트 분들도 조금 다른, 네, 섹시. 이거도 그래요. 소녀시대의 날씬하고 예쁜 모습을 동경하는 일본 사람들 때문에 소녀시대 정식은 여러 메뉴 중에서도 최고의 인기 메뉴라고 합니다. 일본 사람들의 식성에도 영향을 미치고 있는 소녀시대. 아, 대단합니다. 体にも 良さそうですね. 한국의 요리와 体にいい 요리가 すごく多いので 女性に 특히 인기라고 생각합니다. 그렇다면 소녀시대의 영향력은 과연 어디까지일까요? 지난 6월 26일에 열린 슈퍼스타 K 시즌 3 도쿄 예선 현장. 이곳에서도 소녀시대 붐을 확인할 수 있었습니다. 한국 가수와 한국 음악이 좋아 오디션에 참여하게 됐다는 일본 사람들. 그 중에서도 제2의 소녀시대를 꿈꾸는 일본 소녀들이 눈에 많이 띄었습니다. 카와이쿠가 스키란데요. 근데 스타일이가 이고 카와이쿠의 스타일이가 이가 스키데. 뭔가 독특ですよね. 진짜 카와이. 카와이노도 아레바 아또 카꼬이케마데 프리 뭔가 프리하바가 すごいので. ライブ行っても、いろんなジャンル楽しめるので大好きです。歌もうまくて、ダンスもうまくて、グループの中の良さがすごくわかるので見てて、それがすごい好きです。なりたいです。揃ってて、歌もうまいし、スタイルもすごくいいんで、尊敬してます。 少女時代みたいになりたいです。少女時代のグループ中のテヨンさん、歌声がちょっと素晴らしいと思います。そうですね、やっぱりダンスのチームワークっていうか、なんか溢れてるっていうか、見ただけでこう仲の良さとか伝わってくるんで、はい。みんなすごい美人だし、スタイルが良くて、私もああいう風になるからいいなと思って。テヨン、テヨンだ。<笑> すごい綺麗なので、すごいなんていうか、あ、こういう女性になりたいなっていう。ラン、ラン、あなたは終わりなんじゃない。少女時代みたいに綺麗になりたいです。ユナです。イメージされても 似合ってるし、そのラウンドアバウトとか、オーとか全然違うコンセプトなのに、一番なんていうんだろう、何でも似合って、いつも真ん中でダンスしてたりとか、そういうところが好きです。 소녀시대를 너무 좋아해서 스타일까지 닮아간다는 리카. 제작진은 오디션이 끝난 후 그녀를 다시 만나기로 했습니다. 잠시 후 소녀시대 아레나 투어. 도쿄 요요기 공연 실황이 국내 최초로 공개됩니다. Mnet 한류 리포트 붐더 K-POP. 여러분은 지금 붐더 K-POP을 보고 계십니다. 어여비데스가
미카를 다시 만난 곳은 신오쿠보 거리. 평일 낮 시간임에도 불구하고 거리는 한류 상품을 사러 나온 사람들로 가득했습니다. 먼저 리카가 자주 찾는다는 한류샵을 방문했는데요. 소녀시대와 관련된 상품들을 매장 곳곳에서 쉽게 발견할 수 있었습니다. 可愛いスイカ雑誌ですね。ゆなちゃんが一番大好きなんですけれど、もうなんかいつも真ん中に踊っていてかっこよくて、もうゆなちゃんにすごくなりたいです。大好きです。ゆりちゃんはなんかすごく大人っぽくって綺麗で、もうやっぱコリアンビューティーっていう感じですね。私はすっごく憧れています。ジャスケさんは私実はダイエット私もしたんですけれど、ジャスケちゃんと同じ身長なので体重も同じにしたいとすごく頑張ってきました。特に英語上手ですよね。すっごく発音とかも上手で、私もハワイに住んでいるからこう英語は大丈夫なんですけれど、やっぱりテフニーちゃんのハスキーな声はもうすごく聴いてても楽しいし、いつも曲聴いてる中で、あ、もうこれティファニーちゃんだってすぐ分かります。サニーちゃんかわいい多分少女時代の中で一番なんかこうかわいいって友達の中でみんな言ってるんですけれど、やっぱり声から顔からもう全てがなんていうんだろう、なんか可愛くないっていう人が絶対いないと思います。もうみんなが可愛い可愛いって言うと思います。ソニアはやっぱり純粋なピュアなイメージがすごくあって、あの We Got Married でもちょっとお友達とかって結構ハマっているんですけれど、その中のキャラとかも大好きだし、やっぱりこの何もしてないのにこんな綺麗っていうのがなかなか普通にそのないんで、この純粋化はすごくいいなと思います。ユンちゃんは私実は一番最初に少女時代聞き出した時は王が好きだったんですけれど、その中でも一番好きだったメンバーはユンちゃんで、あの足の細さは本当に誰にも負けてないと思います。ヒョウヒュンちゃんはダンシングクイーンって言われるぐらいもうすっごくダンス上手で、結構ミスタータクシーとかでもソロがあったりするんですけど、なんか顔とかもすごくなんか印象に残る顔で可愛くって、そうですね、ヒョウヒュンちゃんの声も結構ストロングで、そういうところがかっこいいと思います。예소녀시대같은경우에는이제여학생들이되게많이좋아해요남자분들보다는여학생들이많이좋아하는데뭐때문에영향을끼치고있냐하면은키도크고다리도길고또몸매도이쁘고얼굴도이쁘고뭐이런부분들이이일본여학생들이